こんにちは AKB48 チームエイト鳥取県代表の徳永レイミです。こんにちは BSS サイン放送アナウンサーの松原祐希です。この番組はこの春高校に入学したピカピカ一年生私とちょっとだけ人生の先輩松原アナウンサーが現役高校生と一緒に作っていくラジオ番組です。今時ハイスクール第十八回放送でございます。はい、なんかね全かはいごめんねレミちゃん <laughs> い<や>全然 <laughs> すんごいね今日ね <laughs> 下の周りがいいというかねスムーズだったよレミですか、うんえー、今ピカピカめっちゃスムーズピカピカ確かにピカピカ、ねはい、前回から南川岡女子高校のお二人にお話を伺っています、はい、いいですね女子校、ね、ちょっと憧れを持ちますねすやっぱり憧れもあるありますねやっぱ小さい頃からなんか女子校って憧れませんあ憧れませんって言ってもわからない女子じゃないんですよすいません 実はちょっと混ざらせて頂い,いてたんですけどちょっとあるのでやっぱこうして直接女子校の方からお話を聞くとうん、うん、いやーいいなとは思いますねやっぱ憧れの一端に触れるというかそうですねいいよね男子校男子校,は、ね、男子校も気になりますよねでも男子校もちょっと話聞きたいな確かに,本当にそれを思いましたそうなったら今度は3対1だぞ <laughs> 確かに今 <laughs> 今時今時今時,今時,今,時今時ハイスクール さあ今回も前回に引き続きこのお二人にご登場いただきます、はい、どうぞはい南川岡女子高校2年伊藤さつきです南川岡女子高校2年細毛花火です前回のお話もすごく楽しかったです、うん、今回もよろしくお願いします,しますよろしくお願いしますあのね、はい、収録前にちょっとお話をしていたんですけどあ,、はい、<laughs> あのね男子には伝わらないね物事があるんだそうですねなかなか 可愛い,いについてです。可愛 <laughs> い,い。可愛い,い,い,いについて。ねはい、あのね、おじいちゃん先生が可愛い,いらしいんです。可愛い,い、可愛い,いです。どういうことなんだい。いおじいちゃんが可愛い,いんですよ。<laughs> そ,そのままですていですレミちゃんわかる？わかりますよ。なんで？学校の女子でも可愛い,いねっていうおじいちゃん先生います。あ、そうなんだ。なんでだろうです。 で,だろうでもこれは女子の特有なのかなと思いますね結構なんかさそのあのさお人形とかね、はい、可愛いらしいものを可愛いっていうのは男子にもわかるのうん、うん、おじいちゃんって可愛いのかおじいちゃんって存在が可愛いみたいな存在が可愛い <laughs> 存在<ー>なんか守りたくなる <laughs> 母性的な感じそういう感じ すごい今ねあのガラスの向こう側スタジオのガラスの向こう側にはね <laughs> 教頭先生が来てくれてるんだけど教,教頭先生も可愛い,い <laughs> 教頭先生ちょっと恥ずかしがって表情します, <laughs> 面白いですねか,か,かわいいかわいい、ね、それもかわいい,わい,いまたかわいい <laughs> そこはやっぱり 男子と女子でわからないところがあるのかな。違いですかね、これは多分。ああ、そうか。可愛いのお話、ちょっとちょっとずつ理解できればなと思うけど。そうですね。可愛いまた聞かせてレミちゃんも。はい、わかりました。教えて。可愛いよ可愛い。伝えます。謎の言葉みたいに。確かいさあ、あの前回の放送、女子校のリアルな実態についていろいろお話を伺いました。もうあのモテモテ女子がいるとかね。はい、そうですね。インスタで。 イケ,イケメンを探すとかね <laughs> いろいろお話聞いてきました、はい、今回はねあの2人が熱心にこう取り組んでる、はい、学校生活の中で熱中してることのお話聞いていきたいと思っております、はい、まずね、はい、お勉強おは学生の本文大切ですお勉大切ですはい <laughs> 南が丘女子中女子中だって女子高校ではね学校の 校舎のある島根県の松江市っていうところにあるんだけど、はいうん、その松江市について学ぶ授業はあるんだよね、はい、<へー> <laughs> 松江学という授業で、うん、松江の魅力と課題を外に出て、うん、実際に見学とか体験をしながらうん、うん、最終的に選択提言をすることを目標に勉強しています。いい、ね、いろいろあの島根県というか松江市に、うん あの何、ー、ていうのこんな問題がありますよみたいなのを <laughs> でもそういうの大切ですよね地元民からするとそ<う>地元のことにするついて知るということは高校生目線っていうのもまだね、うん、大事だもんね、うん、どんなところ外に行って見学行ったりした松江城で城がお城があるんですけど<ー>そこになんか。 なんかそうえもんさんっていう,うんさんおさむお侍さんがいるんですよ<ー>松江に、うん、そのお侍さんのガイドについていきながら<ー>松江城を紹介してもらってすごい楽しそうですねえ待ってお侍さんがいるってどういうこと確かにお侍さんがいるんですよお侍さんがいるのはい自称お侍自称お侍さん<書> <laughs> <書>お侍さん,、ね、お侍さんもうじゃあ 甲冑とか着てあそうですそうです刀も持って刀も持って銃刀違反でそうなんだ自称なんですね自称ですね。お侍さんがじゃあ観光ガイドをしてくれるガイドしてくれると思そういいな街巡りしながらお侍さんと話して不思議な気持ちになりますねちょっとタイムスリップした気持ちになったりね確かに確かにそうかで実際にそうやって見たものをなんかこう問題 探し出してお話を聞くでは聞くというかこんな問題ありましたよみたいな感じで提出するというか発表をしていくのかなまとめまとめてまとめて市長にあのなんだっけプレゼンテーションするみたいな結構ガチガチなすごいねすごい。 いや本格的ですね結構結構でもでそうプレゼンテーションの練習とかもじわじわ進んできたりはしてるの進んできちゃううねねはいそうです発表もでどんなこと取り上げてなんか市長に「これ変えた方がいいですよ」とか言うの2人は。あ今宍道湖の宍道湖のなんか夜のイベントを増やそうみたいな夜の魅力を伝えるにはどうしたらいいかみたいなのをやってて。 島根で,であのねしじみとかが取れる新宿でございますよ。うん、夕方は夕日が綺麗っていうのがあるんですけど、夜がない、えー、夜,夜がないからそれについてやってます。ーすごいいろいろ考えてますね。すごいね確かに<生>あの夕日の綺麗さは結構有名だもんね新宿、うん、の夕日っていうのは。 夜に視点が飛んだねすごい。でも学生の視点からいろいろな物事ができるってすごいいいことですよね、うん。本当だよね。もしかしたらそうやってイベントやりましょうって言ったら。うん、一緒にイベントすることになるかもしれないもんね。ワンちゃん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 。ゃん <laughs> そうか。ちゃんとね。なんていうの。大人も多分、はい、そういう。 高校生の意見を求めてるし、高校生も。気づいたところを変えていきたいっていう気持ちもあったりするわけかな。あるよね。ありますね。あります。そうか。い,いいですね。やっぱりそういう勉強もかなり進んでいて、うん、まあ。魅力もそうだし。うん、なんていうの、その。松江をより良くするための。勉強うん、うん、授業っていうのがやられてるわけだよね。はい。でね、あの前回の自己紹介シート。はい。 軽く触れました。ダンス部です。二<あ>人とも。来ました。ダンス部。<laughs> これあのさ、二人ともダンス部所属だけど、なんかね、はい、通称があるんだけど、細木さん<う>これ通称教えてもらっていい。通称 M. G. D. です。M. G. D.。出たよ。英語三文字よ。おレミちゃん。来ましたね。<laughs> 何でしょう。この略は。<laughs> これ、何の略で、この M. G. D. になってんの?。松江ガールズダンス。 ダンスクラブ。ダンスクラブ。M. G. D.。M. G. D. ガールズダンスだ。なんかかっこいいですね。ちょっとなんか。A. K. B. また。また対抗馬が出てきた。この番組さ、なんか英語三文字のチーム。多くないですか。米子高専の放送部が出てきてくれた時も。ね。Y. K. B. だ。っ Y. K. B.。米子高専のブロードキャストが放送なの。 でねそういうねい英語3文字がなぜか集まる番組になってちょっと不思議な、ね、引き寄せる力があるかもしれないで学校に入ったきっかけとかもぜひ聞いてみたいなと思って女子校2人ってもともと共学の中学校通ってたよね多分。はんでこう女子校に入ろうと思ってた確かに 伊藤さん聞いていい私はお姉ちゃんが女子校のダンス部に入っててそれでお姉ちゃんのイベント見に行った時になんか直感でも絶対ここだって直感がちだ絶対ここだってなってそれでもう女子校一択でなるほどねもう決め打ちだったんだここに行かなきゃっていう素敵ですねすごいね 細木さんはどういう気持ちで入ったのえっと私は英語が得意で好きで、えー、で女子校が英語の学科がある唯一の学校って聞いて、うん、そ,それでダンスにも興味あったしダンス部もあるって聞いたので最初ちょっと怖かったんですけどでも女子校にしましたその怖いっていうのは何女子校に対する怖さ女子校ですねそうなんだ <laughs> わかりますよその気持ち女子ってなんか特有のなんかありますよねわかりますわかりますいざこざとかそういうの女子特有の中そういうのがチームが結束力が強い分っていうところがあったりするんだはい。確かに怖いですよあのねコース英語のコースがあるって聞いたんだけど国際 国際コミュニケーション科です。ね、かっこいい。すごいよね。英語と、あと中国語とか韓国語とかも。勉強するんだよね。ちょっとちょっと。え、すごい。ぜひ。え、聞きたい。自己紹介とかできできる。多分、やってみます。ちょっとぜひ。はい。何をせよ、長年細木花火。移民だ。韓国語だ。 勉強できるんだ。勉違う違う、英語だけじゃないんだ。ああ、確かに。すみちゃんも英語得意だもんね。やめてください。そうか、かん、それであの伊藤さんは。またコースが違うんだよね。違います。伊藤さんのコースも教えてもらっていい。私のコースは観光コースって言って、あ、観光ビジネスコースって言って。なんか。観光。観光のことをやったり。なんか。 なんだっけビジネスは、うん、計算計算とか<ー>簿記みたいな<う>、えー、簿記じゃないかなだからんなんかそういう計算難しいちょっと難しめな計算とかお金の計算とかをちゃんとやったりするんだよね<ご>い, <laughs> いいですねなんかいろんなコースがあって魅力的ですねね面白いよね、うん 国際コースがあるっていうのはやっぱり。すごい変わってるというか、特徴付けられるね、細木さんみたいに。やっぱり英語の勉強がしたいとか、そういう人たちにとっては。すごく魅力的なところがあるよね。そうですね。勉強はどう?。二人の得意教科聞いちゃおうかな?。得意教科。伊藤さん、何が得意?。得意教科、英、英語がまだできる方かな?。そう、できる方。待ってよ、ちょっと。 英語だ細木さんも英語得意でしょう。英語ですね。英語得意。レミちゃんもやめてください。得意じゃないですよ。え？あれ何歳からやってらっしゃるんですかやめてください。やめてください。レミさんちっちゃい頃からね。ちっちゃい頃から。えすごい。ましたけど喋れないんですい英語ね僕ダメなんだ。え。ダメなんだよ。そんなに。ダメなんだよ本当に。文法がわけわかんない。数学っぽい。数学。数学っぽい。 <laughs> ミみちゃん教えてやん <laughs> <laughs> 教えてやるな。<laughs> 本当に二百点満点で十八点を取りました。すごいすごい。止ますごい。全国るレベルです。<laughs> なんかねそういうあの今勉強のお話も聞いてきたんだけど、はい、当然ね熱中してるといえば多分こっちじゃないっていう。うん、あですね。さっきダンスのお話聞きましたけど。はい。あのね。はい もうもちろん伊藤さんはダンス部を目当てに確かに南川岡女子に入ったわけだけどどんな思い出がある一番のこれまでダンス部活動してきた中で一番の思い出って何一番はやっぱり佐ノマジックのオープニングアクトに参加させていただいたことです佐、えー、ノマジックって、うん、島根のプロバスケチームですよねそう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 よくご存じそうで細木さんあのさ 入学して、まあ、コロナの影響とかもあったと思うんだけどさか、はい、なんかど,どうその実際にオープニングアクト参加したわけだよねねそうです、ね、コロナの影響とかでイベントも、うん、あの減っていってしまってたんですけどよ、ね、運よくすごい大きな舞台でパフォーマンスをさせていただいてい、ね、ありがとうございます、ねでね、この時に元 AKB の宮澤沙えさん、はい すごい特別講師で来てくださってたみたいで <laughs> すごいなんですごたたい実際にその指導を受けてみてどうだった、ね、なんかやっぱ自分たちで,や,でやってたんで、うん、なんか他の人から見る感想を聞けて、うん、すごい勉強になりました実際もうパフォーマンスをお仕事でされてる方からの意見も、ね、んねそ,そうかそうか あとねあの密着取材が入ってたんでカメラで撮られてたんですどうだったそのさ普段絶対カメラが入って練習することない確かにないです緊張めっちゃ緊張してまし絶対そうだよね今今も若干緊張気味そうですね。カメラ入りながらの練習最初はそれこそ本当に多分緊張して動きづらかったりとかもあったと思うけどありましたねだし なんか顔とかもめっちゃ気使って、確かに。テレビに映る件。じゃ角度、角度注意、角度が。あ、ちょっと可愛く、可愛くなるもの。いい角度で止まったままで。常に。ここから撮ってくださいっていう指示出して。いやもう自分たちで自分たち動いてます。カメすごい意識高い。すごいな。そっか緊張しながらもじゃ結構こう。 後半にはもうそのカメラのいる様子っていうのも慣れてきてれ慣れてきてなんか、ま、でもマスクが外せらんかったのがちょっと暑かった確かに <laughs> なるほどね暑いですよねコロナの影響はこういうところにもあるわけだ本当にそうです、ね、でまあ松江学の授業もそうだけどさこの「島根スサノーマジック」のオープニングアクトに参加するとかっていうのは島根県とか松江との関わりも結構こう 多くななるわけじゃい地元に愛着持てるって本当にねなんかいいことだなと思うな素敵なことだよね。なんかやっぱり二人とも松江出身いいや違ますじゃあその松江学とかこうやってオープニングアクトと参加したりしてやっぱり松江のことちょっとずつ知れてう全然松江のこと知らなかったんですけどその松江学とか通して知れたり。 できたし実際に行ってみたりできてすごい良かったです確かにやっぱり愛着みたいなの湧いてくる湧いてきます <laughs> お侍さんに対してお侍さん <laughs> お侍さんは可愛いのあれはお侍さんはうん可愛い可愛い可愛いちょっと言わせたみたい,にい <laughs> <laughs> さあさな楽しいお話ししてたら時間がもう<あ>来てしまいました早い早い 2回にわたって本当に放送にお付き合いいただいて、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いしたはいここまで南岡川市女子高南岡川女子高校の伊藤さつきさん細木花火さんと一緒にお送りしましたありがとうございました。ありがとうございました。今時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 ハイスクールおしまいに番組からのお知らせです。 はいこの番組ではリスナーの皆さんからの投稿をお待ちしています宛先はハッシュタグ今はい今はひらがなではいはカタカナですそして BSS アプリからもメッセージを送っていただけるようになっていますアプリをダウンロードしてぜひ番組の感想私への質問などを送ってくださいお待ちしていますお待ちしてますまたアプリでは今回の放送をまとめた限定記事を読むこともできますぜひチェックしてみてくださいそしてこの番組 YouTube やラジオクラウドなどでも繰り返し聞いていただき ます次回の放送までしっかり復習をしておいてください女子校の二人にお話聞きましたいやー楽しかったですねなんか新鮮でしたすごくなんかねテンションのねレミちゃんの番組入りのねテンションの上がり方がね全然違うやばいやっぱ女子二人ってなると嬉しいですね気持ち的にもやっぱり空気感も変わるしねスタジオのねそうですね全然違いますね楽しくお話ができましたでしょうかはいとてもありがとうございました <laughs> なんかお礼言われてありがとう <laughs> <laughs> あっという間にお別れの時間ですはい。ここまでのお相手は AKB48 と徳永レミと BSS サイン放送松原ゆうでお送りしましたそれではさようなら